勝、このカード3年連続の勝ち越しを決めました。一方ライオンズは、先発石井武宏が崩れ、打っては12安打の3点に終わっています。ではハーラートップタイの14勝目、ブルーウェーブ星野投手のインタビューです。